ドキュメンタリー映画「健康戦争」の監督版シナリオが今月22日日に単小本として出版されます映画で言えばディレクターズカットの脚本が地に出ることになります健康戦争オリジナル脚本系にはさまざまな写真資料と6回にわたるキム・ドクヨン監督のストーリー原案がそのまま収録されていますただ上映館で見たドキュメンタリーは 原案に肉付けして作った結果ものなので、オリジナル脚本とは多少の違いがあるそうです著者はさまざまな学者や側近のインタビューを通じて韓国の新現代史で論争の中心になった李承万元大統領の攻撃と大韓民国の看護家政を深く減り下げています1949年の農地改革をはじめ官民相互法務条約の 締結や女性参政権の導入、原子立法図伝など李元大統領が推進した政策が本のテーマです。キム監督は「観光の奇跡と今日の大韓民国の刑事的汎用はリーン大統領が処いた土台の上で可能だった」としこのシナリオを通じてリーン大統領を取り巻く誤解と偏見を大破することに貢献したいと強調しました。 健康戦争オリジナル脚本誌は単純な歴史書図を超え大韓民国が定着するまでの複雑多段階の過程そしてその時に発揮したりーシップと生じ的決断個人の先進などを顔なしく照らす見通しです一方リ・ガン大統領の偉大期を去った「変化戦争」は先月1日に公開され潜在観客115万人を記録中です